おなじみカラオケルームに来ております。わはい、もう今日終わりなので、あとは配信力を、まあそんな私はこうやって喋ってるだけなんですけれども、まあこのねルームが空いていたということで、おカラオケ配信できるんじゃないと思ってここにいます。そしてその前に、このショールーム配信はファッションのイベントなんで、今もういいよねこれね、いちいちカメラ目線ではなくても、私の今日の格好です。お気に入り格好、ちょっとスカートとか昨日とか持ってるんだけど、これもチェックの、あ見えないかな、いつ、ちゃんとは見えないか、なんかこういう格好をしてます。可愛くない？めっちゃお気に入りなんだけど、素敵？なんか斜めってるね。そう、これめっちゃミニスカートです。もうこれはどこも堂々といけるしや。はーい、私の着る服好き。あ、本当？チョイスってことだよね。ありがとう。入れよう、なんか今日私が朝聴いていた曲、ちょっと歌詞あそこ見てないな。とてもガーリーで素敵、ありがとう。歌だからちょっと歌詞見てるから本当気づけなかったら本当にごめん、でも絶対見てるね。私歌ってる途中読めないかも。いや、てか音量いけるかな。あこんな感じちょうど良さそう。あー早く入れてみよう、ちょっと試してやってみよう。てかフルで歌ったことないなこれ。ふぅさあ、あ茨城で歌った。あー佐藤徳町ありがとう。ララ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 ラ一番前になりたくなかった。そんなある日乗り遅れたんだ。行列に送り初めて気づいた。僕の前に自由はある。手のひらの先に青空、鳥のように翼広げ、どこへでも行けるよ。僕の前に自由はある。この胸の窓を開けば、やりたいこと何でもできる。生きるって素晴らしい。駅のホームの反対、ガラガラの電車が来た。みんなと違う向きの人生よ。僕は一人飛び乗ってみた。新しい自分確かに感じた。大事なこと教えられた。
終点の先に次の空、思う限り線路は続く永遠の彼方へ。大事なこと教えられた、風の道を忘れないで、どんな夢もいつかは叶う、生きるって素晴らしい。ぽくない？みんな、つばちゃん、ありがとう。スタートで読みます。僕の周り自由はある、手のひらの先に青空、鳥のように翼広げ、どこへでも行けるよ。僕の前に自由はある、この胸の窓を開けば、やりたいこと何でもできる、生きるって素晴らしい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 。ララ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 ラ。生きるって素晴らしいを聴いていただきました。私の好き曲、イエイはい、ちょっとごめん、もう歌ってる途中にたくさんクマとタワーを見つけました。ジジがクマちゃんタワーを置いてくれました。ありがとうございます。わー、本当にみんなたくさんありがとう。 Thank you。 あ、ジージまたここでもクマちゃんタワーを、ありがとう。ちゃんと私埋めてる。サトト、サトト、クマちゃんありがとう。ジージたくさん置いてくれ、ジージありがとう。多分読みすぎて今日みんなの夢の中にジージが出てきます。あと私今日のさ夢めっちゃショールームやってためっちゃショールーム、みんなどう、私がショールームやってるところを見てる夢見なかった？めっちゃ出てきた。だからもう境目がね、何にしよっかな。あ、これってどんな感じなんだろう。あ、ちょっとやめてやめて、戻って、またまた生きるって素晴らしいになっちゃう。これ印刷し、あ、コリンくん、コリンくんタワーありがとう。トップに戻って、私集めてきた。ありがとう。嬉しい。ありがとう。投げて、投げて、投げて。なんかすごい聞こえるね。昨日の配信の後バチコイ見てたから上書きされたか。あ、そった。次何にしようかな。あ、でも他のパートちょっと歌えるかどうかわかんないけど、ひらん、どんな感じかな。ちょっとここで初めて歌うかも。
私普段怒ったりしますか？うん、そんなあんまり。あ、でもバチコイ見てるとなんかめっちゃ怒りそうみたいな思われるかもしれないけど、そんな怒らないけどね。ってね。あ、ネスカフェさん、くまちゃんありがとう。しかもメッセージ付き、お誕生日おめでとうって、ありがとう。ふだとめっちゃレインボースターも、嬉しい。すごいたくさん持ってる、ありがとう。コリンくん、ジェリーちゃん、コリンくん、ジェリーちゃん、ゴロイから2人でデュエットコリンくん、ジェリーちゃんっていう新しいユニットができました。勝手にユニット結成させちゃった。最初どんなだろう。あ、そういう感じ。金木星香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて、季節に気づく幸せな日々続くわけじゃない。ちょっとへこむ日だってやってくるよ。人は誰でもそんな強くない。たまに生きることさえ嫌になるんだ。自分見失って背中丸めながら下を向いてとぼとぼと歩いたら、余計にやるせなくなった金木星。その花はどこに咲く？その木は見えないけど、この辺りほら甘い香りするだろう。ほっとするよね。求めてなんかいない、生きているその意味知りたかった。存在するだけで誰かのためになる、命の花になりたい。どこからかふと風に吹かれ運ばれて、季節に気づく金木星。その花はどこに咲く？その木は見えないけど、この辺りほら甘い香りするだろう。ほっとするよね。何度も何度でもやり直せばいいんだ。この季節またやってくるだろう。近くにいるだけで何かを思い出す。花の香りになりたい。金木星を聴いていただきました。私が重力シンパシー公演でやってるユニットもこの曲なんですよ。良いよね。さすがにもう金木星の香りしなくなってきちゃったかな。金木星がタイトルの楽曲ってこんなにあるんだ。わあ。
いい曲。そしてこの間に私が見逃してしまったもの、あー待って、本当にみんなたくさんありがとう。 Thank you。 ちゃんと言えやってね。ありがとうございます。ちょっとマイクがあると Thank you ってどうしても言いたくなってしまう性格でして、ふふ。いやー本当にみんなたくさんありがとう。なるほど、あーやっぱそういう衣装が好きなんだね。公園で聞いたことない。あれ？ロッカー世界。ちょっと金木犀の B メロ初めて歌ったからふわりこれでいいんだっけって不安になっちゃった。オープンイットバイヨーセルフ歌いたいんだけどないもんね。私のとこで流してもいけんのかな。この間もあのあれで歌いました、自分のファンクラブのあれで。大好きです。早くしないと配信時間終わっちゃう。これ終わったら帰らないといけないので。あーいけるもんかな、聞こえるかな。音源持ってるから私聞きたい。あ、本当？また歌えぬかよって思わない？多分これかな。ありがとう。え、アカペラと、アカペラだってアカペラって何？アカペラとちょっと歌あるのどっちがいいかな。え、嬉しい、優しい。聞こえるかな？聞こえる？あああああ。開けられない。開けられない。聞こえるかしら、あの音色。見えてるかしら、あの光。小さいけれど素敵なものよ、あなたにも私にも響いてくる。 Open it by yourself, Open it by yourself, Open it by yourself, Open it by yourself。 感じるかしら、あのリズム。刻めるかしら、あのタッチ。小さいけれど確かなものよ、あなたにも私にも響いてくる。それはあなたが、あなたを起こす声。それを私が、あなたに望むこと。ミトミュージカルで一番最初に歌わせてもらった、作ってもらった曲です。良いでしょ、とっても大好き曲。なんかね、こっちのマイクの音大きすぎてメロディー聞こえなかったかもね。良くない？ちょっとこれ自分の持ち歌に していこうと思ってる。めっちゃ良き。AKB 曲何か行きたいね。忘れさせてあげる。あるけどさ、あるけどちょっとここであの音のさ前よってなんかちょっと恥ずかし
いたくない？あ、やる？でもそう、感想長いか。あと20分か。ピーターパンは歌えないんですよ。アカペラだったらいいけど。16時30分まで。え、2分くらい？いつもの道を走る自転車、立ちこぎの汗が揺れる9月のそよ風、罪の愛だ。会えずにいたら君のことが気になって知ったんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に会いたい。Maybe, maybe 好きなのかもしれない。青い空には雲が一つもない。 Maybe, maybe 好きなのかもしれない。それが恋だとわかってるけど、教室の窓カーテンが揺れ、2学期の君はどこか大人の横顔、どんな休みを過ごしていたの。話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだね。僕は遠くで君を見ている。 Maybe, maybe そんな勇気はない。プロパボリーに近いものと確かなもの。 Maybe, maybe そんな勇気はない。
これはね、武道館コンサートでね、センターでやらせてもらえたので、両手振り。両手振りってレアじゃない？ネイビーって。これ両手振りでできたっていうのも、この嬉しさポイントのね、一つになってるんです。最高。あ、また、アンコールもらっちゃった。声出ちゃった。ねえ、武道館コンサート思い出すね。赤チェックで見たかった。あ、あの時何やったんだっけ？2パターンあるからね。あと何いけるかな。お腹すいた。おとなしで見てる。なあ、おとなしで見てる。まあでも仕事中とかそういうことなんかな。え、ちょっと待って、嬉しいコメント発見した。マジで可愛い。一番最初に好きになった芸能人、やだ、ちょっと芸能人って言われちゃったんだけど、芸能人ですって芸能人、芸能人というふうにはまだまだちょっとあれですけれど、言ったね ありがとう。何歌うかなと。そうだから、ここにしかない音源いろいろありますよ。なんかカラオケとか行くとよく現れてるじゃない、あれが音だけ聞こえてきますね。あー懐かしいね、それミネルヴァやってたね。うん、タイでの公演もお待ちしてます。海外呼んでくれ、喜んで行くよ私は。海外呼んで行きたいですね。この後まだラストアクス、うん、あと30分のやつと1時間のやつを残してる。人は皆自分が神様、本当の神様だって言うだろう、でも違う神様だし。誕生日タグだよ、だ一番しか知らないの。自分で涙サプライズ、おこがましすぎない？入れるか、涙サプライズ。今自分で涙サプライズ歌おうとしてるんだけど、みんなはいいけどさ、違う人が見たらなんだこの女って、自分の誕生日に涙サプライズ歌うんかって思う。涙、ないの？涙さ、涙さ、あれそんなこと、あ、歌手名で探してるからか。そんなこと、あ、本当？じゃあ歌っちゃおうかな。ミドサプライズの歌詞検索したか。と言いながら歌います。待って、恥ずかしいんだけど、すごく。メンバー誰も見てませんように。見てたら、ちょっと今見ないでくれ。ちょっと恥ずかしいな。授業終わるベルが鳴った。
たら不意に君を目隠しして、うん、わさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットボールゴールあたり不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけどじらして答えない、クラスメイトが集まって準備したのさこっそり、アイマスクを外したい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラカー 3,2,1 ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、こんな大勢の友達が歌ってる分、君の頬に涙サプライズ、紙のコップで乾杯しよう、今日の主役は君なんだ、みんなの気持ち受け取ってよ、寄せ書きプレゼント合ってる？シドのセブン、え、わかんない、声が降り注ぐ夏、ピースしながらみんなで撮った写真はた、わからない、広い世界の片隅で同じ時代を生きてる、今がきっと青春かも、遠い先でいつの日か思い出すだろう、ハッピーハッピーバースデー、素敵な一年を一つだけ、今大人になってそう君らしく大切に過ごすんだ、ハッピーハッピーバースデー、一人きりじゃないんだよ、辛いことに巡り合ったってほら見忘れば僕たちがそばにいる、笑顔たちの涙サプライズ、 Happy birthday to me、 Happy birthday to me、 Happy birthday dear 私恥ずかしい、 Happy birthday to 私、 Happy happy birthday、 ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、その日の幸せに届くように、 Happy happy birthday、 まだ夢の途中さ、目の前の未来の道が輝いてるよ、まず一歩歩き出そう、難しい、君の頬に涙サプライズ、キラリ光る涙サプライズ、ハッピーハッピーバースデー、グッドラックを君に、手を揃えておめでとう、愛情込めておめでとう、ハッピーハッピーバースデー、グッドラックを君にギュッと抱きしめおめでとう、最後にもう一回おめでとう、難しい、無理、今日誕生日です、ありがとうございます、もう無理、ちょっと恥ずかしすぎる、ちょっとこれ絶対どこにもあげないでね、本当に恥ずかしい、私2番初めて歌ったし、私恥ずかしいですね、これ本当に絶対どこにもやめてちょっと恥ずかしすぎる、あーもうちょっと去りたいぐらいに恥ずかしい、ありがとうございました、2番は難しいです本当よ、一人でしかも自分で歌う曲じゃないんですから、やめて、切り抜いちゃダメダメ、難しい、あーよかった、そうね、
そもそもね歌ってるからね。ああよかった。じゃあちょっとね時間をちょっと過ぎちゃうのが怖いので、ここでランキングを読みたいと思います。 LINE 読みます。みんな今日は私のショールームに遊びに来てくれてありがとう。みんなの顔が見れて久しぶりで会えて幸せだった。愛するダンジョンにいるみんなの名前を呼んでいく。13位マイ、12位トムワングランプリ、11位エイトーン、13位。なんで呼んでる途中に変わっちゃうの。ちょっと変わったからもう一回13位から呼んでいく。13位マーイ、12位トムワングランプリ、11位レインボー、10位エイトーン、9位チュー変化球、8位フカッチチ、7位キムタツー、6位はネスコフェ、5位はナッキー、4位はジェリー。こっちの方が絶対恥ずかしいことしてるよね今私。3位サトトーン、2位カーリン、そして1位はGGI。 みんなありがとう。 Thank you。 あー恥ずかしかった。ちょっと本当に恥ずかしくな、本格的に恥ずかしくなってまいりました。壇上の皆さんありがとうございました。壇上に上がっていない皆さんもたくさん星を投げてくださりありがとうございました。お腹空いた。はい、とても恥ずかしいです。みんなだけだったらいいけど、みんなだけじゃないから、関係者各位が見てると思うととても恥ずかしいです。さあ終わりに近づいてきております。ビース×AKB48 グループ残り2枠だね。次はね17時30分から30分やります。次は そこではおとなしくお部屋から配信したいなと思っております。あっという間ですね。本当はフライングゲットとか歌おうかなと思ったけど時間がなかった。フライングゲット、え、滑り通してた。まあそうだよね。滑ってたって。寒いからかな今日。はい、ではでは確かにレングゲット歌っちゃうとね。はい、ではでは17時30分にまたお会いしましょう。ご飯調達してきます私は。うん、じゃあまたね。バイ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 。ありがとう。またね、バイバーイ。揺れとる。